テロップテロップ、あれ、あ、こうか。OK、ヤッホー、今テロップを入れておりました。サッチー、ヤッホー、ありがとう、ヤッホー、こんにちは、サッチー、ハロー、コンさん、ソフトクリーム、ありがとうございます。サッチー、ヤッホー、こんばんは、サッチコー、ヤッホー、こんにちは、初見です、初見さん、ありがとうございます。こんにちは、こんばんは、サッチコー、こんにちは、ヤッホー、サッチー、ヤッホー、静岡のテンパーのテイクさん、ハートありがとう。サッチーこんばんは、サッチー、サッチーこんばんは。たかしんさん、ソフトクリームありがとうございます。なっちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。たんたんさん、かき氷ありがとうございます。みっきさん、ソフトクリームありがとうございます。えいこんさん、ソフトクリームありがとうございます。くまねばばさん、食べてありがとうございます。ロロさん、ソフトクリームありがとうございます。エイコンさん、かき氷ありがとうございます。カメさん、アイスありがとう、ありがとうございます。ロロさん、アイスありがとうございます。なりちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ひでぴょんさん、かき氷ありがとうございます。そう、今日はクロッチです、イエーイイエーイ、久しぶりか。そうだね、ずっと白着てたもんね。ってことで久しぶりでございます。昨日は青っちーで、今日は黒っちーです。こんばんは。キッチンさん、ソフトクリームありがとうございます。ポカのわたあめさん、ソフトクリームありがとうございます。コウさん、ソフトクリームありがとうございます。ありがとう、黒も似合いますねって、え、やったー、ありがとう。くまねパパさん、ソフトクリームありがとうございます。ソフトクリーム、ソフトクリーム、今日クロッチです。モンジさん、ソフトクリームありがとうございます。トモさん、ソフトクリームありがとうございます。くしゃみが出そうです。おちおち、大丈夫だ。ゆきおさん、ソフトクリームありがとうございます。トモさん、ありがとうございます。サッチー、ヤッホー。ゆきおさん、食べてありがとうございます。今日アイス食べてない、一大事だこれは。鳥太郎さん、アイスありがとうございます。トークンさん、かき氷ありがとうございます。あ、食べた、よかったよかった、食べたわ。朝に食べました。昨日食べたモナカのアイスを一かけらだけ残してて、それ食べました。ふう、危ない危ない、毎日ソフトクリーム、あ、間違えた間違えた。マロンさん、ソフトクリームありがとうございます。毎日アイス生活チャレンジセーフ。ピータローさん、ソフトクリームありがとうございます。そう、朝アイスしました、残してた一かけら。本当はそう浅すぎて、そう浅すぎてちょっと忘れてた。サッチー、オッチェー、こんばんは。おたもちさん、アイスありがとうございます。マチッチさん、ありがとうございます。アイス初見さん、ありがとうございます。そう、朝からアイスしました、最高の一日よね。ルエさん、ルエルさん、ソフトクリームありがとうございます。タンタンさん、ソフトクリームとかき氷ありがとうございます。こんばんは、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 こんばんは。ノンさん、ソフトクリームありがとうございます。アンディさん、ソフトクリームありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ズミアットカズキさん、ソフトクリームありがとうございます。サッチー、ヤッホー、ヤッホーい。なんどもサッチー、ヤッホー、サッチー、ヤッホー。2個食べたいんだけどストックがないんです今。プータさん、ソフトクリームありがとうございます。そう、ストックがないんですよ。でもなんか昼にガッツリ食べちゃって、なんとびっくり、まだお腹に溜まってて、全然食欲がない、なんていうの、お腹いっぱいだから別に食べなくていいやっていうタイムなので、今よかったですね。おひさやっほー、こんばんは。黒白さん、アイスありがとうございます。竹まつるさん、食べてありがとうございます。カレンさん、ソフトクリームありがとうございます。
ゴジアップくんさん、ソフトクリームとかき氷ありがとうございます。 Thank you。 そう、サッチに食欲ないとあれやだ。確かに結局うなぎは忘れてたわ昼全然違うもん食べました。このキュッキュの音が気になっちゃうんだよね。あ、いい感じです。くるくる椅子に座るとくるくるしたくなっちゃうっていうあれがあるので動いてます。ずっとくる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 。トークンさん、ソフトクリームありがとうございます。シーサーさん、ソフトクリームありがとうございます。シャイニングリンカーさん、ソフトクリームありがとうございます。ありがとうございます。何話したっけ今トーンさん、ソフトクリームありがとうございます。クレオティーヌさん、ソフトクリームありがとうございます。うなぎ丼がいっぱいいいな。サチコ食べてないよ。こんにちは、こんにちは。花見師さん、ソフトクリームありがとうございます。シーサーさん、ソフトクリームたくさんありがとうございます。うなぎ食べてないや。うなぎもどきも食べてない、完全にゴールドシップさん、ソフトクリームありがとうございます。リンゴさん、ソフトクリームとかき氷ありがとうございます。毎朝アイスの報告日課です。毎朝アイスの報告、うん、しけさわ丼食べてきましたって。美味しいよね、あそこマジで好き。おはぎも美味しいですよ、あそこあんまり行かないけど、あ、行ったわ、結構行くわ。タンタンさん、ソフトクリームとかき氷ありがとうございます。サッチー、ヤッホー、こんにちは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 。くるくる椅子に座るとくるくるしちゃいたくなっちゃう。今日は冷房の風が大きめですね。帰って暑かったのでちょっとすぐつけさせていただきました。ホータンさん、ソフトクリームありがとうございます。ありがとう。サッチー、こんばんは、こんばんは。皆さんフォローありがとうございます。エコヤ、ありがとうございます。オリちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。こんばんは、こんばんは。おじゃまるさん、かき氷ありがとうございます。サッチー、ヤッホー、こんばんは。こんばんは、こんばんは。おりちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。だよミスヤ、ミヤスゲアニさん、ソフトクリームありがとうございます。サッチー、この後なんとかしてください。どうしようかな、無理ですミヤスゲアニさん、ソフトクリームありがとうございます。サッチー、ヤッホー。ヘトちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。トークンさん、かき氷ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。肩が痛いんですよね、なんでやろ、ですよね。ね、どうやったら涼しくなるんだろうね。おさむちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。ねえ、どうしたんだろう、肩が。奥井清さんかな、ソフトクリームありがとうございます。さちこー、やっほー、こんにちは。アイスクリームありがとうございます。うっかりあんこさん、かき氷ありがとうございます。そう、肩が。五十肩ってなんだっけ、四十肩って言うっけ、なんだ、なんて言うっけエイコンさん、ソフトクリームありがとうございます。始球式の練習、よし、やりたいですね、始球式。ひろのりさん、食べてありがとうございます。六平さん、ソフトクリームありがとうございます。エアコンの設定温度は何度、今26とかかな、ですね、確か。エイコンさん、ありがとうございます。はじりこさん、ありがとうございます。肩上がらんくなるの、え、痛いな、それは。そうなんだ。オ
りちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。こんばんは、もう中お見舞いありがとう。ナムナム。こんばんは、こんばんは、おりちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。風呂上がりに見る幸の配信、ありがとう。片手にアイスで、片手に幸子の配信でよろしく。こんばんは、配信間に合ってます、ありがとう来てくれて。そう、幸子は今 LJK をさせていただいておる。17歳、18歳まであと1ヶ月もないぞ。ワクワクですね。はじりこさん、ソフトクリームありがとう。りょうじさん、海藻ありがとう。おさむちゃん、かき氷ありがとう。さっちこんばんは、こんばんは。あゆさん、かき氷ありがとう。りょうじさん、海藻ありがとう。さちこ好きってありがとう。まさかずさん、かき氷ありがとう。ひろのりさん、ありがとうございます。え、それな、早いよね。さちやほー、こんばんは、こんばんは。しゅけんさん、ありがとうございます。しげちゃさん、ソフトクリームありがとうございます。まぜまるさん、ソフトクリームありがとうございます。さちやほー。あ、カウントダウン、8月。何食べようかな、何食べようかな。でもチーズケーキが好きなんですよ。だからチーズケーキのホールケーキ買うのもありだなと思って。スライトさん、ありがとうございます。おしむらさん、ありがとうございます。そう、ありだなって思ってるんですね。実は個人的に今週は食べウィークだったので、食べウィーク、結構思う存分食べちゃったから、そう、ちょっと今は抑えウィークです。カラーズもあるしねっていう感じです。ちなみに何を食べたかというと、ドグラスタン、旅猫さん、ソフトクリームありがとうございます。何食べたっけな。あ、ずっと楽しみにしてたラーメン食べました。です。そう、食べたウィークだったんです。今週は嘘、ちょっとだけ3日ぐらい。エイコンさん、ソフトクリームありがとうございます。生クリームとチョコはあんまり好き、え、いや大好きなの。あ、そういうこと、チーズケーキが好きだからってこと。あー、確かに。でもどっちが好きって言ったらチーズケーキが好きですね。けど生クリームをたっぷりの、あ、今日ノアミョンがそうくれました、シフォンケーキを。お腹いっぱいやねんって言ってたから、ちょうだいって言ったら本当にくれました。やったね。ダッキーさん、ありがとうございます。リョウさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。好きな種類、いや、バスクチーズケーキかな感じですね。スフレも好きです。でもバスクかな今のところ。最近好きになったにわかチーズケーキラバーズなので、あんまり食べたことないんですけど、実は。そう、竹尾さん、りょうちさん、アイスソフトクリームありがとうございます。うん、レアよりはね、バスクかなが好きですね。ホータンさん、星ありがとうございます。ひろのりさん、アイスありがとうございます。そう、最近好きになったね。バスクって何、バスクってなんだろう。なんかしっとりしてるやつ。スフレはふわふわのチーズケーキで、バスクはなんかもうしっとりみたいな、重めみたいな感じですね。カヌレは好き、カヌレ大好きです。修学旅行で初めて食べたんですよ、しかも東京の。そう、お土産の中で一番美味しかったっていうカヌレが、家族も、え、カヌレちょっと買ってきてよっていう感じでしたね。そう、
美味しいですよね。あと友達が作ってくれて食べたんですよ。めっちゃ美味しかった。カヌレ、そう、お菓子作りもするんですけど、カヌレはまだ作ったことないです。だからすごいなと思って、あんなに美味しく作れるのが。サッチヤッホー。フィナンシェも好きですよ。染まらないで帰って、染まらないで帰って、恋人よ僕は旅立つ。サチヤッホー。お疲れサチ。お疲れ、ありがとう。そう、お菓子作りますよ。得意ではないけど趣味程度に作ってますよ。え、そうなの。え、私ね、意外とっていうか、なんていうの、昔の曲好きなんですよね。あの昔の曲の有名な曲なんですけど、有名なやつなんですけど、そう、好きです。木綿のハンカチーフ、名残雪とか、有名、超有名の昭和ソングっていうの好きです。とってもなんか歌ってたの楽しい。なんだろう、なんか声質に合うのが多いのかな。なんか歌ってて楽しいの。なんでやねん、なんでやねん。そう、そうなの。石川人間さん、アイスありがとうございます。お、およよ、これは荒井のリア中は本物か。待って、絶対本物じゃん。ノーミョンのアバター絶対本物だね。リア中、ソフトクリームありがとう。ソフトクリームありがとう。あ、本物っぽいね。荒井中、チュッチュー。名古屋駅好きですよ。お、本人ですね。だって、やーちゃん、やっほー、ありがとう。ソフトクリーム、ありがとう。ニーナリンゴさん、ソフトクリームありがとうございます。ね、好きなのよね、夏メロっていうのか。リア中、本物ですかって。本物かな、多分本物な気がする。ちょっと肩痛いこんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは。リア中、かき氷です。あ、聞きましたよ。すごいよね。サチコにも1枚くれてね、リア中嘘嘘、冗談だよ。もうね、たくさん食べな。ヒルスさん、ソフトクリームありがとうございます。ひらつぐさん、アイスありがとうございます。すごいな、ありがとう。こんばんは、こんばんは。球投げすぎ。さちかは右投げなんですね。でも痛いのは左なんですよ。てててて、なんでだろうね。でも一口ちょうだいの人めっちゃそうなの。めっちゃ一口ちょうだい民かも。なんか、いや、でも多分出ちゃってるんでしょうね。なんか、それ何って聞いて、あ、なんとかだよって言って、美味しそうだねって言ったら、みんな一口いるって言ってくれるんですよ。もしくはなんか食べたそうなオーラが出てるのかなって思って、最近のね、悩み。ひろのりさん、ソフトクリームありがとうございます。みんなが優しいのもあるし、そう、でも普通に気になっちゃうんですよ、人が食べてるのは。そう、あ、寝違えたのかな、どうなんだろう、わかんないけど痛いです。顔に食べたい、本当にそのレベル。お母さんにも言われた、それ食べたいって書いてないの、思われてるんじゃないみたいなでもそうなのかもしれない。そう、一口いるって言われてから、みんなありがとう、いつもくれて。サッチヤッホー。そう、食べ食べサチコでたくさん一口もらっております。ありがとうございます。普通に言う時もあるしね、いいかちょうだい。
こんばんは、こんばんは。さっちの2口のサンデー、ありがとう。食べ物をくれたら上機嫌になります。わかんないけど、りょうちさんソフトクリームありがとうございます。マッツさん食べてありがとうございます。ありがとう。マッツさん食べてありがとうございます。マッツさんが食べてありがとうございます。カタパンさんソフトクリームありがとうございます。マッツさん食べてありがとうございます。マッツさん食べてありがとうございます。もぐもぐ、餌で釣ればいいのか。秘密中。ハローハロー、ヤホー。サトシさん、かき氷アイスありがとうございます。めっちゃ食べてる。そう、めっちゃもぐもぐしたよ。まっちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。えさっちー、そう、さっちー、ヤホー。今日の一口嬉しかったランキング1位、ノアミョンのシフォンケーキ。ジャギーさん、ソフトクリームありがとうございます。りょうちさん、アイスありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。今日も京都でこっそり見に来ました。こっそり、ヤホー。ライアンさん、アイスありがとうございます。生クリームがたっぷりで、ちょっと寒いな。ちょっと寒いです。扇風機を消します。ふう。栃木のスーさん、ソフトクリームありがとうございます。ハムカツか、美味しいよね。でもあんま食べたことないかも。ハムカツってハムのカツだよね。りょうさん、ソフトクリームありがとうございます。りょうさん、ソフトクリームありがとうございます。ひとしさん、ソフトクリームありがとうございます。りょうさん、ソフトクリームありがとうございます。感謝。こんばんは、こんばんは。皆さんは今日は何アイスを食べましたか？さちはカニクリームコロッケめっちゃ好き。そう、めっちゃ前のことになるんですけど、お披露目の時のお弁当カニクリームコロッケだ。忘れられないあの味。忘れられない。呼び方はサチです。こんばんは、こんばんは。そうです、サチです。あだ名はありがとう。そうです。お、スーパーカップのチョコパルムです。いいね、王道。いいよね、やっぱ王道だよね。アイス食べたの全然ない。それな。ふとしさん、アイスありがとうございます。お、ザクレープ前食べたよ、本当に2日前とかに。おー、いいな、1日2個か。チョコミントにスイカバー、あずきバーとチョコ。お、みんな2個食べてるの、いいな。雪見大福いいね、最高だ。バターアイス、バターアイス、かじるバターアイス。なんか常に冷凍庫にアイスあるのやっぱいいよね。あ、ハーゲンダッツの人がいる、いいな。8月に入ったら1個買ってみようって言い方あれだけど、なんていうの、久しぶりに自分のお金で買います。前はね、ゆいたんが買ってくれたんですよ。これはもう一生言い続けます、嬉しすぎて。シャイニングフィンガーさん、ソフトクリームありがとうございます。いちごアイスいいの。ステーキアイスって何、美味しそう。冷凍庫にモナーノ、おー、モナーノいいね。立ち込みよく食べます。ジャンボ系メリーボーデンってなんだ、食べたい。あ、あはは、なるほどね。そう、一生いただきます。もう嬉しすぎたので。そう、相変わらず、ありがとう、最高の褒め言葉だね。マクロニクラタンさん、アイスクリームありがとうございます。今日もさちがかわいい、ありがとう。口角上げ上げ。クランキーアイス食べたよ、いいな。落ちて寂しい。そう、流行ってるっていうか多分映っちゃったって言ってるみんな。ひひひひ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。アイス博士、そうです、アイス博士になります。ひろのりさん食べてありがとう、ありがとう。食べ
べ放題行ったらデザートたくさんだ。食べ放題行ったら食べ放題食べますねデザートもしっかり食べます。こんにちは、こんにちは。自分はご飯物を食べると一瞬でお腹いっぱいになっちゃうので、ご飯物はあんまり食べないです。食べ放題でもそう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。最近サーチヤ切ります。え、やった、ありがとう。待ってます、いつでもありがとう。花ピーさん、ソフトクリームありがとうございます。入った、目に光。チコ可愛いの見つかってしまう。本当にありがとう、そんなこと言ってくれて嬉しい、美味しい。こんばんは、こんばんは、ありがとう。そう、ハーフチュイン、ハーフチュインの仕方は分かんないんですけど、一番やりたい髪型。そう、サッチーが気になって。よろしくお願いします。よかった、しっかり寝てねそう、大好き、ありがとう、ありがとう。今日もレッスン、今日もレッスンでした。頑張ってきました。こんばんさちこ、こんばんさちこ。ハーフチュイン、そう、ハーフチュイン。ガリガリ君好き、ガリガリ君食べたいんだよね、最近の夢。ふふ、叶うといいな、ガリガリ君。明日食べよう、決まりでもガリガリ君は個人的にめっちゃ、もう本当に暑くて帰ってきた日にガリガリ食べるのが夢です。まこさん、ソフトクリームありがとう。アイスボックス美味しいよね、本当に好き。あれは1日かけて食べるのが好きです。ちょっとずつちょっとずつ、そう、途中でクリーム系のアイスを挟んだりして。そう、サッチーヤッホー。アイス会社の方、 CM タレントどう、どうですかしたいですね。こんばんは、こんにちは、こんにちは、こんばんは、こんばんは。英語や初見さん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。今日一軍リップちゃんをなくしちゃって、ちょっと薄いよね。こんにちは、おりちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。そう、一日かけて本当にゆっくりゆっくり、なんか一口ぐらい食べて、ゆっくり毎日、毎日じゃない、ゆっくり食べるのが好きです。なんか夜でも食べれるの良くないですか、罪悪感なく。氷系はだから好きですね。特に今日薄いね、リップもう終わっちゃうけどそろそろ。やっちゃんさん、かき氷ありがとうございます。ガツンとみかんも大丈夫だよ誰って感じだけど、氷だよ。炭酸入れて飲んじゃ、あー、わかる。でも実はまだその飲み方あんまやったことない。普通に食べてる派。何のアイスが、飲み物がおすすめですか。あんまりやったことないんですよね。ていうかやったことないかもしれない。いつもそのままボリボリ食べてます。こんばんは、こんばんは。まあ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 、まあ、安いアイス、へえ、でも美味しいよね。なんかサッチーこんばんは、サッチーこんばんは、ありがとう。こんばんは、こんばんは、ありがとう。お、神戸公園、昼夜公園行ってきました。
そうなんですね。いいな。そうなんですね。いいな。普通の炭酸がいいのかな。どうなんだ。イアクさん、アイスありがとうございます。神戸公園、今お家に帰って、おばや噛んじゃった。おかえり、おかえりなさい。アイスボックスプラスハイボール、あーサチカはできないやハイボールお酒だよね。リアルゴールド言ってる。リアルゴールド、あっ、オーマイガー、 20% なってしまった。すいません、止まっちゃって。パンタ、そうなんだ、いいね。エナジー系、あーやっぱエナジー系、そうなんだね。ジム神戸公園からの帰り道、おかえりじゃないか、途中ですね。星投げた、ありがとう真央さん。そうね、それと、あ100% だけ、本当にするな。今日は一日外にいたので、特に充電ができてなくて、まあいつもなんですけど、すいません君好きは最後、永遠のサッチ、永遠のサッチ、サーキーじゃなくてサーチー、ありがとう、替え歌にしよういつも応援してます。初見さん、ありがとうございます。いつもありがとう。サッチーやっほー、歌聞きたい。お、45分、いいね。最後に1曲歌おうかな。何がいいかな、何がいい、何がいいかな。エコエア、初見さんありがとうございます。そう、充電は今 20% になって、多分大丈夫だと思うんですけど、 10% まで持つ気がするんだけど、どうかな。止まったらすいません、先に言っときますそれではイヤホンさせていただきます。マシどうかな。君のことが好きだから、僕はいつもここにいるよ、人混み紛れて。お、ガールズイール、いや噛んじゃった。いや、なんか最近よく噛むんだよね。ふふふ、止まった？もしかして。もしかして止まってる？あれ？私真っ暗になっちゃった。今動いてますか？あれ？幸子見えないんだけど。真っ暗だよ。ちょっと一瞬止めてみていいですか？あ、でも動いてるのか、大丈夫か、大丈夫、見えてるならいっか、ならオッケーです。なんかたまに起こるんだよね、映んなくなることが。夏やなぁ。夏や、あ、大丈夫？夏やなぁ。どう、今の入り。海岸線をバスは進む、空は高気圧、これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿、前回にした窓から潮風に乗って、波音が近づいてくる、バスタオルを巻きつけて
で水着に着替えよう。なんでも見せ合える仲じゃないか。ワン、ツー、スリー、スリー、ツー、ワン。女の子たちは真夏に恋して卒業してゆく。ガールズルー、彼を好きになって一緒にいつも泣いたり喜んでくれたね。ガールズルー、パパやママに言えない秘密の話いっぱい、この海に流したら忘れよう。いつか今日も真っ白な砂浜、青い海の色、青春はセンチメンタル。水をかけて騒いでた、マーメイドからサンダルが脱げちゃった。ゆらゆらさざ波が運んでくる。待って、もう少し、男の子たちがやってくる。それまで私たちの夏、ガールズと女の子同士は嫌なとこまで見せようって、楽な関係になる。ガールズといくつ恋をしたらそうなれるかな。可愛い自分だけ演じてたら無理だね。もっと今日の私のように。彼を好きになって一緒にいつも泣いたい、喜んでくれたね。ガールズルー、パパやママに言えない秘密の話いっぱい、この海に流したら忘れよう。いつか今日を思い出すまで胸にガールズルール。ありがとうございました。今のあの乃木坂が46さんのガールズルールでした。ありがとうございます。パチ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 、借金ありがとう。パチ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 、あ、やば、シャカシャカいっちゃった。ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。拍手ありがとう、最高、ありがとう、よかった。サッチありがとう、ありがとう。7月に32日ができてくれ、最高、ありがとう。歌ったことあるな、好きですよ、ガールズルールは。ちゃちゃちゃ、ええ子や、ありがとう。ちゃ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 、優勝しました、ありがとう。せいくんさん、ソフトクリームありがとうございます。ちょっと映ってるかわかんないんですけど、すいませんね。ええ子ですね、ありがとう、嬉しいです。あ、映ってるわ。あ、一瞬止まった、ごめんなさいね。こんばんは、とてり太郎さん、馬ありがとう。サッチ最高、ありがとう。素敵な歌声ありがとう。こちらこそありがとう。素晴らしいです、ありがとう。今日もありがとうございます、ありがとうございます。おりちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。え、声じゃの容疑すぎる、ありがとう。元乃木坂の大人も起きました、あ、よかった。
まこさん、かき氷ありがとうございます。バンハが、あ、ラスト恋のやつか、ちょっと不安かも、全部歌えるか。フィットさん、ソフトクリームありがとうございます。大丈夫だよ、ありがとう。今何時だ、あ、54分になっちゃう。でもあれが好き、チャチャカチャチャチャラチャチャチャ、電車の中はうるさくて知らずに声が大きくなってた、きつく聞こえたかもしれない、が好きで、君に叱られた。今日も幸せでした、ありがとう。ひろのりさん、愛さんありがとうございます。お顔があまり映ってない、ちょっとね、今ね、あれなんです、なんか画面が暗くなっちゃって、すいません。どうですか、映ってますか。55分、じゃあ57になったら壇上もさせていただきます。そう、君に叱られた。やっとわかったわかった、君のさ、合ってる。二十世紀ともちゃんさん、愛さんありがとうございます。そう、君に叱られた。めっちゃ好きなんだよね、あの曲。甘えられるもの、一方的だった、例えば世界にいたんだ。ひさまるさん、ソフトクリームありがとうございます。叱ってもらいたい、わかったわかった、君の存在、ワン、ツー、スリー、スリー、ツー、ワン、お、ありがとうございます。かき、そうなんですか、かきさんいいですよね、ありがとうございます、嬉しいです。私も好きです。今度歌ってる、え、もちろんもちろん。そう、知らずに声が大きくなってた。ホータンさん、星ありがとうございます。こんばんは、初見さんありがとうございます。こん、あ、イヤホン外させていただきます。あ、二十世紀ともちゃんさん、ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは、ありがとう。そう、坂道も好きです。桜坂も好きだし、そう、日向さんも好きだし、桜坂さんも好きだし、乃木坂さんも好きだし、松さん、かき氷ありがとうございます。ワークさん、ソフトクリームありがとうございます。こんばんは、こんばんは、松さん、かき氷ありがとうございます。ワークさん、かき氷ありがとうございます。今何分だ、お、57分になったので壇上へもさせていただきます。待って、かすみんが最近サーチの家行っていいかって、そう言われました。でもちょっと断りました。その日はちょっと NG ですって言って悲しんでた。ごめんね、かすみん、今度おいで。それじゃあ誕生日もさせていただきます。それでは13位シャイニングフィンガーさん、12位ギルスさん、11位スラリトさん、10位カメさん、9位おさむちゃんさん、8位りょうちさん、7位はちりこさん、6位エイコンさん、5位おりちゃんさん、4位ゆきおさん、3位ひろのりさん、3位ありがとう、2位くまねパパさん、ありがとう。そして1位はマッツさん、食べてたくさんありがとう。1位ありがとう、ありがとう、はい、ありがとうございました。ちょっと待ってくださいね。 OK、 パチパチパチ、ありがとうございました。本日の配信は幸子は22時までなので終わろうと思います。今日も皆さん配信を見に来てくださってありがとうございました。そして一日お疲れ様でした。そして日曜だね、楽しみね、うんうん。ありがとうございました。今日も一日お疲れ様です。配信ありがとう、こちらこそありがとう。おやすみ、サチかわいい、お疲れ様、お疲れ様、またの、またね、サチ、サチ、サチあれ、お疲れ様でした、またね、またね、おやす、またゆっくり来るね、ありがとう、ゆっくり休んでね、ゆっくり休んでね、またね、ウレタルさん食べてありがとう、おやすみなさい、今日もサチめっちゃ最高です、かわいいね、サチおやすみ。ありがとう。それじゃあ今日の配信は終わろうと思います。それじゃあまたね、おやすみ、あ、カラオケに戻して。